ってる。ヤグラを一番前にするな。怒ってる。怖ぁ、コーチ。びっくりした、今。かわいそう、マジで。ヤグラのこと考えてた。勝つ、勝たないじゃない。いや、かわいそう。はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングです。はい、こんにちは。はい、というわけで、さあ、今回の、お、変装、俺。必戦ワイパー。はいはいはい。なかなかあんま見ないね。ただ、相手はもみじ？カニが。あ、カニない。おい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 。あれ？カニなし。まずいんじゃないの？もみじって言っちゃった。カニなしの、スクスロ2枚。スクスロ2枚は厄介ではあるけど、いいよ。思ってるよりたまんなかった。やっぱ右から行くときの溜め方はね、難しそうですね。やっぱ、スペゾーが欲しい。あらら、いいですよ。ああ、いいね。さあ。あ、いいね。ああ、いいですよ。さあ、どうにか。なんか真っ白いる。ああ、ね、おお、とぉ。さあ、と。理解してないですね。おお、なんかベベ。ベベスが。ああ、強トピード。嫌だろうな。強いね。まあ、相手も持ってますけどね、トピード、もみじが。ただ、ドライブワイパーで、こっちは。あ、よし。べし。ナイスですが。ああここはあローラー帰った、ローラー帰った、ああ、いいんじゃない、キビー相手相手の時も言うんだよないや、キビーね、これ自分の時ももちろん言うけど、だってもう潜伏されたらさ、もうもう終わりっすね。もうその潜伏を3枚超えて塗りに来なきゃいけない。いいですね。いや、やっぱまあカニでグイよ。うん、まあカニ 1枚俺のこっちが多かったから勝ったね、うんそれでも逆に良くなくない、そんなゲーム今そういうゲームですよ、スプラトゥーンは基本カニの多さが顕著に出ると、うん、出るだから今日はちょっとそれ全部数えてください。分かりました、カニの数数えましょう、うん、カニの数数えて。さあ、ヤガラ、はい、うん、何個いるんですかね。カニがまずはこっちは2、うん、でマニは 0.7 ぐらいだから、ね、0.7、 あでも 1.0、 あもうこれだから勝ち勝ちだよね。 1.7 対0ね今、うん、あマニは 0.7 だ、 0.7 やっぱり、まあ、回んないよやっぱり、まあ、カニ主力じゃないのか、うん、そうそうそう、相手はだからもうカニが来る前に、そうだね、だからカニの根元を、カニ味噌の、ちょもうやだ、カニ味噌の部分を、あーすごい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 、あ、すごい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 、あ、すごい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 、あ、でも、あ、いいです、あらららららそして、あ、ジムワイがいて、おお、いいね。さあもういきなり、いきなり、あ、こっちのね、0.7 とはいえ、やっぱ打つならば1だからね、打ってるならば1ですから、その打ってる間は。さあ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 、そしておっと、下がってくれ下がってくれ下がってくれ、飛ばして、あ、飛ばして、やめる、やめる、やめるやめるって、あ、でも塗りが、まあ意外と近いから下がらないで、まあね、確かにヤガラとかはその塗りながら戻るで、まあこれ塗られるな、あー、しょうがないな、あー、いやー、いいサメの使い方だね、どかす。さあですけど、それは厳しいんじゃない、いやー、ここは無理してんじゃいけない、塗り飛び厳禁、あ、でも厳しい。さあ、打開のためにはでもカニがいますね。カニをやりに来てますね、完全に。けど無視して、無視して一発、あ、無視して一発、ああいうやつは無視、ああいう嫌なやつは無視です。違う違う、職場での立ち回りじゃなくて、まあここで待っとくか、左、多分右に熱いんですよこれ。なるほど、全員飛んでんな、あらら、そらあんた逆転ほど遠い、あ、でも2人やってる、ええー、
ボト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 全部当たったね。ボト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 あらららららら、いや右行けよかったなこんなことならあ余裕だと思った、人数有利ついてたしね。こんなことなら右行けよかった。まああとあの寿司がちょっとな、あの寿司のボトボトがうまかったね。さあどうだろう、サービスがガチャガチャガチャ頑張れ頑張れ、じゃあいつあやくそ惜しい、あ、いいです、おー素晴らしい、それ全員やれるな、みんなで、あーもう飛べます 100% です。カニ使っちゃったからな、前に潜伏入れないからか、ここはカニじゃないムーブを、うん、と思いきやむしろちまちましてたらカニ溜まるんじゃないかムーブに移行してもいいぐらいだ。嫌だね、ここまで入られてんの。あーでも鬼落ち、相手チャンス到来だけどそのチャンスを潰す、あーやれない、うわ3発2発とか、そうだね、3発3発とか、ダカダダカって言ったけど、あさあさあさあ、またまだ入る、まあでも相手はカニいないんでねそこがね、そこが今日の物差しですから、そうなんだよね、本当に、うん、カニがいるかいないかで、だってさ、うん、どうすんのこれいかにあのカニバリでね、勝ってますけど、あるんじゃない、いろいろやることは。あーあーあー、カニの強さ出してな、いやーペチってズベベー、あーこいつ踏み込みさん来て、いいよ、あー確かに塗った、確かに塗ったが、それがそれがってなっちゃうね。確かになんかカニ、いやーごめん、いやーカニ欲張ったな、貯めたかったんだよ今、カニ欲張るんだこんな頼まなくてよかったなーみたいな感じですね、カニ欲張った、聞かないですけどね、日常生活で。おさあごめん、それカバーできない、さあ嫌な、いやこれは絶対やられちゃいけない、ここおおバラバラに死んでる、見ちゃいけないって言ったのに、いやーこれ食ワンダーでちょっとカニも抑え込まれてたの今、相手からしたら十分、でもこっちの食ワンダーが仕事してくれるのであればある、いいサメ、それはいいサメ、塗ればね、塗ればね、塗ればいいサメ、塗れるからいいサメ、塗れるからいいサメ、いやーこれはでかい、あでもカニで、カニでなんか時間がない、カニに時間かけられちゃった、カニに時間かけられちゃった、よしよしよし、あーよかった、まあ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 、まあ、今んとこまだ説は説を守られてます、これ持ってってほしいですこの説を、カニが多い方が勝つは今のところまだ覆されてないから、うん、いやよかった、みんな気づいてるけどみんな知ってる、うん、みんな知ってるよこれ、説、まあ、確かにカニが重要ですね本当に、はい、なめろうですね。なめろうね。なめろう、ヤグラですね。はいはい。さあ、ヤグラですが、ああ、こっち1だよ。相手は？ああ、1。仕事入れちゃおっかな。イーブンです。まあ、イーブン。だからもう、引き分けだね。はい、引き分けだね、じゃないよ。ないんだよ、ほぼほぼ、スプラに引き分けは。でも逆に言えば、ミサイク大仏積んでるんで。あ、もうこれ、乗っていい。いいね。その1枚ついたなら、もう乗るだろ、どう考えても。ああ、乗った乗った。ここで乗らないやつが負けるんだよ。あれ趣旨変わってんな、カニがどうたらって言ったここで乗らないやつは負けの動画だと思う、いいですね、バリマン頼むぞ、バリマン、あ、ほんとだバリマンだ、あ、でもいい乗りバリマンじゃないこれ、もうバリマンに任せてるから乗りはもう完全に、まあまあこれはやっぱね、バレルに任せるのがなんぼっす、あーいい、あらー、それは相手がしっかり止めましたね、はいですよ、やっぱカニがね強力ですね、いいですけど、おいいよ、出てしまう、おーいいね、ナイスだね、うん、これは乗れるね、で任せる、乗れるよ、乗ったね、あーいいよ、相手の空気を逃がさない、そして、あー見られたけど、あーでかい、でか、そのカニやりでか、
ありまーん。関係ねえからな。関係ねえからな。取れるか。誰か取れない。ちょっと強いよー。カニのこと言ってるの。ちょっと強いよー。カニのこと言ってるのか、これ。どういうことか。いやー、強いねー。あ、ごめん。いや、もうね、押すのも強いしね。守るのも強いから、カニは。あー、強い。あら、ヨモリ。ヨモリ。どうなのそれ。おー、あ、生きてる、生きてる。いいねー。いいじゃん。取って生きてるよ。好きー。本当に好きなやつ。言うときの好きー。止めないと。なんで。そこは。あー、もう。うわぁ、おぉ、ナイスナイス。レーザーと一緒に。あ、それ止めれるか。あー。あー。まあ、止め、止めれたら熱いんだ。なあ、止めないか。まあ、なるほどね。難しい。趣旨変わってるって。難しいんだよ、あれ止めんの。カニがいるかどうかの動画だね。あー、いよいよ。うん。まあ、確かに、このステージとか特にね、真ん中にあるの乗るのめんどくさいもんね。うんうん、あそこ一回止めるだけで勝率グッと上がりますからね。頑張ってください。何の動画今日は。どの動画をやりたいんだ。いいよ。俺もできないんですけどね。まあ、それをさせない、させてないかもしれないね、相手が。そうだね。まあ、相手が乗せねえように。まあ、そういうことです。帰着すんの、自分で。全部。さあ。いいですよー。あー、ジェットパック。おー、高い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 。高いねー、そこは。そこはさすがに見れないけど、あー。もう一枚取っていいですよ。あらら、ナイス。スクスローは頼む。これは前目に攻める。あー、センサーついてるからね。あ、飛んでる、モルトがちょっと。それも見えちゃうからセンサーって強いね。で、このクーゲルに対して、あー、あーと。まあまあ、クーゲルはやれた。ナイスナイス。ナイス。あ、いいですが。お、ナイス。あ、いいですが。あ、その飛びいいね。渋い。あ、いいね。ナイス。あ、素晴らしい。いいよ、ミモリン。まあ、行ってもいいし。ミモリン。あ、もうミモリン前っていう。あ、いや、あ、もったいない。ああ、でもいいね。いや、いい味方たちだね、本当に。これは。こっち飛んじゃう。うん。いや、飛んじゃう。右飛ぶとバレちゃう。ステージャン履いてないんだ。ステージャン履いてないときは、飛んじゃう。危なくないよ、ほんと。見てますね。ナイスナイスナイス。あー、おっちょっと、おー、いよいよ、いよ、いちごか。進まないに。あら、これはね、あー、いいですね。さあ、進まないとなると、もう、あとはないですよ、時間が。森に来るやつをやりながらもっちゃう。ごめん、やれなかった。あー、しかも3落ち。エンデルガー、インクガー、インクガー、よー、よくこの、やっぱね、シャープマーカーはそれも強いですね。さあ、だけど、終わらせるカニ。カニで終わらせる。せっかく通りに行きたい人、カニでー。邪魔して、あ、でも相手も、このカニで。あれ？あ、まずい。スクスロー溜まるかな。スクスローが溜まるかどうかが全て。やばい。あー、いいためだす。いいためだす。うわー、危ねー危ねー危ねー。ナイスナイス。バリマン。バリマン味方にいた。いやいや、いたけど。バリマン。いや、最後ナイス玉ナイス玉投げたのはスクスローだ。いや、よかったよかった。これはね、まあ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 、言い分なんで、カニ。まあ、これはそうです、言い分なんで。どっちのカニがうまかったか、なんだよ。全員うまかった。スパッタリーもいい動きしてたし。素晴らしいチームでした。うん、ナイス。はい、金目鯛美術館にて、今日の週。いきましょう。週。さあ、今日の集大成集中してみせる試合。今回はカニの数、見ていきます。お !1 と1。あー。イーブン。イーブン。イーブンなので、カニをうまく生かした方の勝ち。左なぁ。さあ、見ていきましょう。あ、いいよ。いいカニ。いいカニのたまりからの、カニ対面。カニ対面だから1割な。ちょっと相手の方が上だったのが、この。って思うじゃん。あ、でも。ああ。相手がね、カニを味方が生かしてたね、相手の。うん。うん。さあ、あとは、あ、いいですね。素晴らしいよ。
そしてローラーがいないうちにもうヤグラ乗っちゃって、うんこれよ、やっぱヤグラの乗るタイミング、この速さでみんな乗ろう。いや、ヤグラのなんかあれなんだよ、ヤグラを、ヤグラ乗ろうよ、元気、何してんだよ今日。やっぱ内産をね、ピョンって飲み込むわけじゃないから、多分、急に。あー、もうごめん。あー、ダダダッと。見てなかった。ヤグラ乗って、ヤグラ乗って。ダメがでかいんでね。おーい。あら。え、何してんの？なんだ？あれは。何かが見えてるのか？なんだ？どうした？またいなくな？難しいとこですね。早めに吐いてー。あ、いいですよ。あー、これはそれは割れる、残念。うわ、打ちながらだと割れますよ。カニがいる状況でナイス玉ダメ、ダメです。ナイス玉見てからカニじゃ間に合わない。危ない危ない。あー、右飛んでるよ、ですよ。左見てる。ヤグラを一番前にするな。怒ってる。怖ー、コーチびっくりした今。かわいそう、マジで。ヤグラのこと考えてた。勝つ勝たないじゃない。いや、かわいそう。ヤグラ乗ってるのを一番前にしちゃダメだと。おお。うん、そりゃそうだな。絶対ダメだよ。え、かわいそう。かわいそうってなんで。いや、味方頑張って乗ってんのにさ。乗ってる人かわいそうの。かわいそう。変な人だな、やっぱ。変な考え方。あー、さあ、でも相手は、カニが。まあまあまあ。さあ、相手はちゃんとカニ、カニもあれば、やっぱ櫓前、あ、でもなんか櫓後ろで、バタバタしてるな。ああ、いいですね。やっぱね、櫓は、単身で行かせるもんじゃないからね。だったら、あ、いいですよ。さあ、見えてますね。見えてますけど、帰って。うん、頼むぞ。信じとるぞ。さあ、森を任した。吸引機もあるでね。あー、カニが今ナイス玉に潰されてましたね。せっかくの1個しかないカニが、1個しかない大事なカニ、あ、これはまさか上からのカニ、上からカニが強いですよ。あらら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 、ら勝ちガニだね。勝ちガニ、うわあ、ほら、ヤグラよりみんな前に行っていい、いいチームになりましたよ。最初かわいそうだったよ、あの味方の。塾みたい。最初超キレてたけど、最後、褒める、塾みたい。まあでも、カニのやっぱ、あれもでしたね。うん、打つ位置、打つ打ち方。あと、打った時の効果。うん、ああ、やっぱこれカニは大事ですね。カニ大事だし、カニの数だよ、結局。カニの数っていうのは、説は今のところまだ覆ってない。うん。ナイス。うん。